ただいまより男子団体決勝トーナメント2回戦を行います。第1試合選手を紹介します。第1射場宮崎県妻子高校
第1射場4番窓の4本目の的中確認を行います。ただいまの結果、須磨高校14中、倉吉西高校16中よって倉吉西高校の準々決勝進出が決定しました。第2試合、選手を紹介します。第1射場、小山県アメリカ高校、石野田君、伊藤選手、宮田君、桑田選手、神田君、平井選手、上野田君、畑田選手、野田君、橋田選手。第2射場、熊本県中学学校、石野田君、熊田選手、宮田君、三浦選手、神田君、田中選手、上野田君、前田選手、野田君、宮田選手。
第3試合、選手を紹介します。第1射場、島根県出雲高校。出雲高校、横山選手、船田選手、千田選手、三田高校、竹下選手、四度高校、田岡選手、小田高校、田村選手。第2射場、鹿児島県、綾田工業高校。船田高校、船田高校、船田高校、三田高校、田岡選手、四度高校、田岡選手。
ただいまの結果、出雲高校14チーム、早田工業高校15チーム、よって早田工業高校の準々決勝進出が決定しました。第4試合、選手を紹介します。第1射場、岐阜県秋田西部高校、一ノ谷、一南選手、二ノ谷、岡崎選手、三ノ谷、桂川選手、四ノ谷、野村選手、五ノ谷、岡崎選手。第2射場、広島県総督高校、一ノ谷、津崎選手、二ノ谷、中井原選手、三ノ谷、川選手、四ノ谷、中野選手、五ノ谷、河野選手。
ただいまの結果、増田清風高校14中、総督高校13中、よって増田清風高校準々決勝進出が決定しました。第5試合、選手を紹介します。第1射場、茨城県精神学園高校、1の滝、菊池選手、2の滝、花輪選手、3の滝、関選手、4の滝、宮川選手、5の滝、大森選手。第2射場、福岡県九州産業高校、1の滝、佐藤選手、2の滝、高田選手、3の滝、前田選手、4の滝、磯部選手、5の滝、小山選手。
今の変化、清新学園高校16中、九州産業高校15中によって清新学園高校の準々決勝進出が決定しました。第6試合、選手を紹介します。第1射場、長野県長野吉田高校、西野田村本選手、二野田福山選手、三野田高木選手、四野田丸山選手、五野田与田選手。第2射場、大阪県成田高校、一野田中島選手、二野田小原選手、三野田高校選手、四野田宮崎選手、五野田海山選手。
ただいまの結果、長野吉田高校13中、なにわ高校15中、よってなにわ高校の準々決勝進出が決定しました。第7試合、選手を紹介します。第1射場、山口県南陽工業高校、篠田中尾選手、篠田山本選手、佐野田川口選手、四野田康光選手、野田川口選手。第2射場、広島県宮島工業高校、篠田川岡選手、篠田川口選手、佐野田小方選手、四野田小方選手、大選手。
対話の結果、南陽工業高校14中、宮島工業高校17中、よって宮島工業高校の準々決勝進出が決定しました。第8試合、選手を紹介します。第1射場、沖縄県興南高校、篠田山下選手、2番荒川選手、3番北脇選手、4番宮里選手、5番古家選手。第2射場、兵庫県神戸から出場、篠田藤田選手、篠田小野選手、3番藤田選手、4番藤田選手、5番安岡選手。
ただいまの結果、興南高校16中、神戸科学技術高校11中、よって興南高校の準々決勝進出が決定しました。以上で男子団体決勝トーナメント2回戦を終了し、本日の競技を終了します。男子団体決勝トーナメント準々決勝進出を記録します。鳥取県倉吉西高校。